はい、ピースケでサクスペやっていきます。はい、ということで、今回はね、めっちゃ嬉しいお知らせが来てたんですけど、まあ、ちょっとそれプラスでめちゃくちゃ悲しいこともあったので、まあ、ちょっとそこを、まあ、ちょっと重点的にちょっと話す感じになると思います。はい、よろしくお願いします。はい、でちょっと嫌に思っちゃう人もいるかもしれないんで、まあ、そういう人はまあブラウザバックしてもらってっていう、はい、感じでいきたいと思います。はい、でパワープロアプリとサクスペ両方なんですけど、9月15日から、なんとハンターハンターのコラボが、はい、来るということで、パチパチパチということで、はい、今週の、ね、ジャンプの方に情報が間の漫画と漫画の間のとこに、新情報みたいなのがあるんですけど、それのところに、載ってるっていうゴンとキルアですね。でサイコロパレードやるそうです。はい、まあ、詳しくは買ってもらったりしてもらうといいかなと思うんで、ぜひジャンプ読んでください。ワンピースとかね、今めっちゃ面白いんで、ワンピース、呪術廻戦、ヒロアカとかいろいろいっぱいあるんで、はい、ぜひ買って読んでもらえればなっていうふうに思います。はい、で今日もしかしたらお知らせ普通に来るかもしれないですけど、メンター明けで、はい、まあ、そういうので見てもらえればなっていうふうに思います。はい、でちょっと悲しかったことで言うと、これね木曜ぐらいからもうちょっと出回っちゃってて、ツイッターとか SNS 各種の方で、でそれちょっと分かんないで発信してる人とかもいて、なんかそれで拡散されちゃったりとか、うん、まあ、結構有名な YouTuber の人とかも普通に載せて、動画載せたりとかしちゃってて、すげえそれはダメっつうかやばいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、はい、普通にただの発売前情報のネタバレみたいになっちゃうんで、うん、それはちょっとどうなのかなっていうところがあって、まあ、ちょっとそれまあ、俺の発信力だと大した影響ないかもしれないんですけど、まあ、せめて動画見ていただいている方だけでも、その辺のね情報の配慮というか、うん、まあ、誰でも気軽に結構載せられちゃう世の中なので今、うん、なんかそこを、ね、せめて発売日まで待つとかして、なんか結構怪しいなつか、なんか情報源が分かんないで、あった情報だとしても、その発信はできるだけちゃんと公式が来るまで控えるとかっていう配慮をしないと、結構なんかマナー的に良くないのかなって思うんで、ぜひぜひなんか動画見ていただいた方はご協力いただければなっていう風に、俺別に運営側じゃないんですけど、ジャンプ好き民としては結構なんかそういうの、毎週ワンピースとかね、なんか結構週末とかになると TikTok とかなんやらで結構出回りまくったりするんで、うん、結構そういうので結構、まあ、ジャンプ読んでる人は結構わかるかもしれないんですけど、うん、だそこがねちょっとなんか毎回、前回もなんかそんな感じだっていうの気がするんだよね、うん、呪術の時とか鬼滅の刃の時とか、まあ、その時もちょっと俺もちょっとそこまで頭回ってなかったかもしれなくて、うん、ちょっと配慮、まあ、ちょっと公式前になんかそういうの載せてたかちょっと覚えてないんですけど、ちょっと今後そういうのないようにしていけたらなっていうふうに思うんで、はい、ぜひご協力いただければなっていうふうに思います。はい、発信しないでくれ発売までは、うん、普通に多分アウトだと思うんで、うん、結構ジャンプだと木曜ぐらいからね、それもね売ってるがダメなんですけど、ジャンプ木曜ぐらいとかから本屋とかコンビニとかはないと思うんだけど、そのなんか地方によってのなんかちょっとした全然お菓子屋、駄菓子屋みたいなところとかでたまにジャンプ売ってたりとかあると思うんで、なんかそういうとか入手してばらまいちゃう人がまあ、いるんですね。毎週ワンピースやらなんやらで、まあ、海外とかもちょっと早かったりするのかな、うん、でなんか海外とかからもワンピースのネタバレみたいな毎週結構あったりとかで、考察の YouTuber の人とかなんか、ま、コメントとか DM とかでネタバレわざわざ送ってくる人とかもいるぐらい結構ひどい状況なんですけど、うん、なんかそういうのできるだけ
なくしたいなっていう、まあ、俺の願望というか、うん、もう俺の力ではちょっとできないので、一人の力ではぜひ本当に見てくれてる方だけでもそういうの協力していただければなっていうふうに思います。はい、っていう感じかな。そうなんだよね難しいんだけどね、難しいっつうか、うん、まあ、せめて発売までっていう、うん、かなりグレーなライン、まあ、今後なんかそういうのね見つけたら、その何運営側がなんかねアウトですよってなんか言いに来ちゃうかもしれないんですけど、なんかあるじゃないですか、その映画泥棒じゃないけど、なんかそういう系の路線になっちゃうかもしれないので、まあ、せめてマナーをね守って、やっていければなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、でコラボ自体15から来るみたいなので、まあ、今日多分押しやすくかもしれないですけど、はい、まあ、そこはそれで、楽しめればなっていうふうに思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。あんまいっぱいキャラ来られても大変なので、うん、本当そうだね情報来てるようなゴンとキルアだけとかにしてくれると助かるかな。あと報酬で行ってとかね、うん、ってなったらいいかなって思います。はい、ということでジャンプ大好きっ子からのお願いでございました。はい、ぜひチャンネル登録とか、まあ、今日はいっか。はい、ぜひ今週も楽しんでやっていければなって思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、拙い言葉で申し訳ございませんでした。はい、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。